イル・デイビーズでーす。違うか、吉田サラダです。 We love スワローズということで負けちゃいました。中日ドラゴンズさんに3対0。中日ドラゴンズの大野投手に2安打完封負けですよ。大野投手良かったですね。まあね、石川投手も良かったんですけども、それ以上に大野投手が良かった。石川投手また勝利つかず、残念すぎますね。もう悔しい。まあ3回以降ヒット0本ですから、まあ勝てる気はしなかったですね今日は。まあね、ちょっと残念やなと思ったのが、2対0で負けてた時に石川投手交代したんですけども、その次のピッチャーですね、それがクック投手だったんですけど、クック投手上がってきたばっかりね、やっぱり助っ人外国人、先発からね、あの中継ぎに変わったばっかりですよ。できればね、石川投手ナイスピッチングしてたんで、その思い、なんていうんですか、石川投手を勝たせたいんだっていうね、強い思いがあるピッチャーに投げてほしかったなって、ちょっと思いました。日本人投手に投げてほしかった。それだけかな今日の試合は。あとはね、もう本当に大野投手がすごすぎたっていうだけです。はい、明日は西内投手ですよ。明日本当に期待しましょう。西内投手ね、 NPB に復帰して前回の登板ナイスピッチングでしたから、今度はね、もう勝利をつけてあげたい。本当に明日勝利見たいです。明日の相手、中日の岡野投手なんですけど、西内投手と同じ高校、聖光学院の一個下の後輩ですよ。西内投手、先輩として負けるわけにはいかない。頼みますよ西内投手。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。